おはようございます。昨日は楽しみでしたね。危なかったですね。あれ、お子供ちゃんはどこかな。あ、てっぺちゃんいた。てっぺちゃんどうも。奥さん、こんにちは。これから町へ行かなきゃ。いらっしゃーい。私も今日はちょっとなんか、おーい、シェーン無事だったのか。よう。このさ、なんつったらいいんだ。崖での件、本当悪かったな。なんて言ったらいいか。気にしてんのか？君を助けられてよかったよ。真剣に目を覚ました方がいいよ。君がまだ生きてるだけで嬉しいよ。ここは、あえて、厳しめに。俺は厳しめに行きます。ここは甘やかさない。真剣に目を覚ました方がいいよと。病院で無事目を覚ましたんだから、もうここで本当に、心も目を覚ました方がいいよと。厳しく伝えておきましょう。ああ、だからお前に話がしたくて寄ったんだ。どうした？働かしてくれよとかそういう話か？いいぞ。俺、セラピストに会うことにしたんだ。ハービーが、あいつの同僚と一緒に俺に連絡してきてくれてさ。おう。いいんじゃないか？まあとにかく、俺の面倒を見てくれたことの礼を言いに来たんだ。あと、これからは物事と真剣に向き合うよってことを伝えにな。俺はもう、誰のお荷物にもなりたくねえんだ。いいじゃねえか。頑張れよ。応援しとるぞ。なんならうちで働いてもらっても構わねえけどな。ブラックはブラックであると自負はあるが、毎日働くことにはなるかな。当然。それはしょうがないよね。給料も現物支給とかになるけどな。それでいいなら。あ、これが沈黙か。生まれたばかりの沈黙はよちよち歩いている。不思議な文言だな。生まれたばかりの沈黙。今沈黙が生まれた。なんかちょっと詩的だね。今、この世界に沈黙が生まれた。パンドラの箱みたい。生まれてはいけなかったのかもしれない、沈黙は。ひょっとしたら。沈黙があっても良い世界っていうのが、本当に素敵な世界、素敵な関係だとは、そうは思わないかい？俺は思う。プリズムゼリー、プリズムスライムを倒す。プリズムスライムって、なんねえ。おめえの欲しい、魚持ってきたぜ。俺わー、すごい勢いで食べてすげえ音したな。ナマコくれだって、こいつひょっとして、やべえ。やべえのと出会っちまった。底なし。底なしリスト出会ったかもしんない、今。最終的にどうしよう。人の顔が出てきたら。俺が食べたい。市長とかだったら全然捧げるけどな。気にせず。ほら、お前のことじゃないぞ。タクランボやるよ。決してお前のことだなんて言ってないぜ。エレベーターで確か下まで行けるのか。うわ、120階まで行ける。115ぐらいから行ってみるか。ちょっと久しぶりすぎてあれだな、うまくできるかどうか。心配だけど。わあ！いや、いたな、こんな奴ら。懐かしいぞ、お前たちが。リズムスライムってここじゃないかも。じゃあ帰ろう。硬い気は出ないか。確率的にはひょっとしたらめっちゃ低いっていうこと、可能性は十分考えられるね。なぜなら硬い木はレアだからさ。時々3取れてる気がするな、やっぱり。
確率で3取れてる。結構3取れてる気がするぞ。ひょっとして、これって、神スキルなのか。あと、35本まで来ました。これはかなり、ですぞわ。ですぞわ。眠りまーす。おやすみ。まあまあの、まあまあの稼ぎかな。よ。四日秋。あ、おはようございまーす。おはよう、てっぺちゃん。なんか不思議な音楽が流れている。なんだろう。一体。あ、奥さん。朝早くによって、作物に水をやったよ。お前の負担が少しでも軽くなればいいな。あ、ありがとう。ありがとう。やっと、老人形にしてやろうか感があったけど。いや、元気かい？近頃、山の湖からの幸がたくさん取れるんだ。身にもおす。これ、ライナスより。いいねー。ありがとう。ブラッディバス、ありがとう。ナマコ。ナマコ結構貴重なんだよな。ナマカ。ナマカ持ってきてくれと。お！木ができてるけど。嘘だろ。おいおい、嘘だって言ってくれ。ここまで来て、硬い木ではなく、木材を産出しただと。そんな、嘘だと言ってくれよ。騙された。木材を出しやがった。あ、なんか変なのある。栗だ。ナッツか。ナッツ。ナッツある。やったー。うれじー。ナッツ、うれじー。木材、同じー。ナッツ、うれじー。畜生がよー。おい、ナマコ食うのか、お前。ほら。すげー音立てて食うな。なにこれ。なんだ、団子四つみてえなの。知らねえな、団子四つみてえなのよこせって、急に手の込んだものをよこせって言ってきたな。これ本当に最後は人あるぞ。最後に食べたいものがあるんだ。これは、ああ、それは、恐ろしいリスかもしんねえ。殺人リス。今俺は殺人リスと相対してるのかもしれない。どうしよう。カリコ砂漠。久しぶりだな、カリコ砂漠行くのも。お！こんなのいたっけな、ラクダみてえなの。ラクダ屋がいるぞ。うわぁ、懐かしいな。なにこれ？これ初めてだよね。こんにちは。ようこそ旅の人。取引に興味ありますか？アーティファクト。ドロー、鍛冶屋が開けられます。あー。勝手に鍛冶屋を開いてくれて、それで例えば、この、例えばオムニジオードを開けてくれたりするってことなのかな。え、めっちゃいいじゃん。これ、どうなんだろう。でも使ったらなくなる系なのかな。魔法のロックキャンディー。え、なんだこれ。あ、すげえな、これ。レインボージェム。バタフライハッチ。飾りとしておくことができる。200コウモリの翼。うわ、ターバンとか超欲しいけど、ジオードが50もいる。超欲しい。欲しい欲しい、超欲しいけど、ジオードそんなねえ。こんなにジオードを上げずに持ってられる人がいるのかい？この世に。いや、いない。すでにサンデーに挨拶してくるか。オアシス。くせえな。こんにちは。あなたになら話してもいいかなと思うの。秘密にしといてくれるよね。ええー、おだけの秘密ならね。あの裏にいる男だけど、秘密クラブみたいなのをやってるの。おー、秘密クラブ？
なんだろう、秘密クラブって。Q のことだよね、多分ね。あ、あったな、ここな、懐かしいな。わ、ミスター QI。誰にでも、誰にもこの場所のことを言わないでくれたまえ、私はここを、排他的な場所にしたい。君なら友人の秘密を守ってくれるだろう。ああ。だよ、終わりなき幸運のなんとかかんとか。あったな。ヒルウィックって占い師じゃねえか。まあ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 。金がねえからな。アンディもまともじゃないよな、こう考えると。あんな怪しげな連中を店の裏に、たむろわせてるわけだからね、こんな砂漠で。まあ、おおよそ、まともじゃいられねえっちゅう話よ。さあ、やっていくか。懐かしいな、もうちょっと。なかなかやるようだな。だがこの俺には勝てない。ぜぜ。いや強いな。いい時間だ。8階まで降りたが、特になかった。これはもう階段でギョギョギョって降りるのが良さそうだね。そうしよう。まあ、おやすみなさい。ああ、7個でな、だ、1個100円か。まあ、悪くはないかな。オッケー。さあ、秋の5日目続きからでございます。元気にやっていきましょう。お、並んでいますね、ペッペちゃんと奥さん。秋の匂いは本の香りを思い出させてくれるわ。そうやって変だと思う？思わない。変じゃない。変でもいい。むしろ。変であれ。変でも構わない。あ、ちょっと待って。俺やっちゃったか？俺なんかやっちゃいましたか？いや、やってないな。なんだっけ？なんかワインを銀色にしたいんじゃなかったっけ？俺なんかそんなのことずーっと忘れてたけど。あれってどうやったら、しばらく熟成させてれば銀色になるのかな？そう思ってよかですか？ちょこっと調べたところによると、どうやら普通の鉱山の、なんか階層が決まってるらしい。その、レインボージェムが出る場所っていうのが、出やすい場所か。なので、そこを目指そうかなと思います。鉱山100階から120階ぐらいがいいらしい。なるほどね。そんな100階と、何にもない。こういうののなんか神秘の石みたいなのから取れるんだってさ。みー大変だなぁ。もうちょっとなんかいいやり方を見つけないといかんね。オッケー。追いかめー。おはよう。あいにくの雨か。母親も寝てる。ペペちゃん。そう。もうすぐ赤ちゃんができるわね。ちょっと早くない？
いや、でもまあ、そうか。そんな、別にこの間のあれでっていうわけでもない可能性もあるからな。そっか、もう赤ちゃんができるのか。じゃあちょっと、ゆっくりしててね。仏壇が働いてくるから、せがなきゃ、家族が増えるぞ。あ、ありがとう、マーニー。家族が増えるかもしれねえんだ。まさか二人目が、大家族になるな、これは。大家族にするか、もうビッグダディとして、俺は、生きていくか。やはり、硬い木ではなく木材を生み出しているな。しかも一個。これはひょっとするとコスパが激悪なのかもしれねえ。コスパ激悪に手出ししまったな、俺。どうやら。レインボージムはちょっとのんびりと集めるっていう風にした方が多分良さそうだな。狙っていくとちょっと、他のことができなくなりそう。おろそかになりそうだよね。そしたら、と戻って、奥さん、結婚式にもらった首飾りが美しいね。特にこの貝殻は完璧。すごくお金をかけてくれたんだね。どうだったっけな。ちょっともうかなり昔のことだから覚えてないけど、お金かかったのかな。かかったかもしんない。まあやっぱお金をかけるってことはね、一つの形ではあるよね。もちろんその、プルタブでもいいと思うけど。っていうか、プルタブの指輪って今もう通じないのかな？ひょっとしたら。あ！硬い木5出たぞ！おいおいおい、ちょっと待て待て待て。こいつから硬い木が出る。いや、確率だ。確率ででも出るぞ。こりゃ、一番の可能性を得てる。待って待って、こんな解決策でよかったのか？うわぁ、四つ出た！ちょっと待って。これやるっきゃね。うちの農場の木材、片っ端から全部やっちゃうけえの、ちょっと待っとれ。なるほどね。結局、自分で集めるのがナンバーワン、つうことか。つうことかい？そういうことかもしんねえ。おぉ、びっくりした！あ、なんだ？イベントか。洗い物してた。お帰りなさい、ハニー。今日はどうだった？まだ俺の一日は終わってないよ。まあまあかな。大抵の日だったよ。すごくいい日だったよ。どうかな。まあまあまあっちゃまあまあ。まあまあっちゃまあまあかな。まあまあだったよ。いつも通りの仕事ね。まあまあそうだね。木を切ってばかりさ、最近は。今新しいレシピをオーブンで調理してるわ。これでちょっとはテンション上がるでしょ。おい。俺のことを考えてくれたのかい？帰ってきてくれて嬉しい。おい。なになに？あー、なに？なにこの素敵イベント。アウトドアの匂いがするわ。そうだね。雨の中、まあ雨の匂いだと思うけど、まあ木切ってたからな、ずーっと。雨の木の匂いだよ。嗅いでごらん。ほら。ほらほら。俺の雨と木の匂い。嗅いでごらん。ほらほら。とてもいい匂い。あれ？どうしたの？正面を向いて。久しぶりに正面から顔を見たよ。あ、なになになに？あ、家族のために一生懸命働いてくれてありがとう。やりたいからやっているのさ。だからあなたが家にいるときは、快適に過ごせるように何もかも整理整頓しておくことはとても重要なの。あ、それで洗い物してくれたんだ。ありがとう。わあ、ハートも出ますよ。でね、思ったんだけど、寝室を手作りのデコレーションで模様替えしたいの。手作りのデコレーション？いや、いいよ。いいよ、別に。好きにしたらいいと思う。その前にあなたに聞いておきたかったの。どのスタイルがいい？え？あ、なるほど。どういうのが好みってことか。森と月。ピースフルな青。いや、イチゴの家。海賊のテーマ。やばそうだなぁ。森と月、ピースフルな青。青い家か。なんかあんまり青すぎるとちょっとテンション下がりそうだけどなぁ。かといってイチゴの家。海賊のテーマってなんだろうなぁ。どんな家だろう。で、これから赤ちゃんが生まれるって考えると、イチゴか海賊めっちゃ悩むね。どうしようかな。
二人ともでもこれから荒波にチャレンジしていかなきゃいけないっていうことで海賊かな。海賊で行こう。うん、わかったわ。お好きなように、犯人。俺が俺がやるって話なの？海賊を選んだからこうなったのかな？ペニーがやりたいんじゃないのかい？二三日ちょうだい。あ、やってくれるんだね。あなたの宝箱は触らないわ。でも、寝室には置かないでほしいわ。ピー、なんと、ポップオーバーができたわ。あ、レンチンかなんかの音？あ、なんかできたね。あ、ボン、食べた。100エナジー！みなぎるー！みなぎるぜー！ゆっくりとくつろいでね、あなた。もう、ちょっとな、この素敵な、素敵な夫婦ですね。ここが変わるのかな？なんか、宝箱とかは置かないでねって言ってたな。宝箱とかはないから平気かな。海賊のテーマか。今から、生まれ変わるな、海賊として。ドキドキするぜ。さて。わー、とうとう集まった硬い木が200超えました、皆さん。よし、これでまた新大陸出かけることになるのか。いやでも身重の妻を置いて新しい島へ出かけてしまっていいのか。そんなこと許されるんだろうか。そのための海賊なのか。まあまあまあ、でもとりあえず完成ということでね、納品してくるか。いよいよ新しいアップデートを楽しめる日がやってくるわけだな。待たせたな。おら、おら。奥さん、暗いなこの家。マジで。え、この匂いはってパンを焼こうとしてたけどうまくいかなかったのよ。焦がしちゃったんだね、パン。いいよ、気にしないで。ちょっと早いけど寝るかな？寝るか。おやすみ。先に。いいね。稼げておるよ。おはよう。みんなおはよう。ペちゃんはいないな。あれ？あ、いた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 。何やってる？あ、じっと骨を見ている。海賊をモチーフにしようとしてるからちょっと骨関係を調べてんのかもな。自由に使ってもらって構わないよ。初めて会った時、私は人見知りしたわよね。そこからこんな関係になるなんて考えるだけでも面白いわ。もうすぐ赤ちゃんができるわね。はい。わかってます。忘れないでねってことかな。あなた、これからどこかへ行こうとしてるんじゃないわよね。そうだよな。確かにそうだ。俺は何かを、大事なことを忘れてはいけない。ペットさんへ庭用の肥料を余分に注文し続けたの。あなたならいい使い道を知ってると思うので、よかったら使ってね。基本の保水土。あんま使わねえやつもらったな。とりあえず奥さんにダイヤあげとこ。別に特に意味はないけどダイヤあげるね。はい、ダイヤ。ありがとう、これ大好きなの。どうだったっけ？うちの奥さんはダイヤが大好きです。ほほほ。まあまあ、でも別に悪いことじゃないからね。ダイヤが好きなの。何か問題ありますか？いいじゃない。ダイヤが好きだから。俺だって好きさ。ダイヤ。見たことあるのかな俺、ダイヤ。今までの人生で俺、ダイヤって、見たことあるのかな、よく考えたら。見たことないかもしれないぞ。ダイヤのこと。頼もう！待たせたな。高品質な釣り竿を買えば、うるさい。いいんだ、そんなものどうでもいい。あ、カニだ！うわあ、逃げた。
はたいき200を寄付しますか？はい。すべての材料が揃えました。来たー。ボートは一晩かけて、あー、なるほど。まだ一晩いるらしい。頼んだぞ。釣り具の話はいいから。仕事してくれよ。これで明日には完成か。いいね。どんな感じなんだろう。新しい、まあ、場所に行けるんだなっていうことはなんとなく把握しているんだけど。どんなとこだろうね。そこは、行き来する感じなのかな。カリコ砂漠を行き来するみたいな感じで、行き来してなんかあれこれすんのかね。さあ、探すぞ。なかったわ。やっぱ鉱山もちょっと厳しいか？そうすると、石切り場。石切り場に変わった石が落ちてる可能性があるけど、いや、ないか。石切り場にも珍しい鉱物はなし。やっぱ砂漠なのかな？いや、ちょっとレインボージェムが手に入らんな。バス停まで戻ろう。こら、どうしたもんかの。奥さん。あれ？妻がおらんぞ。どういう状況？どういう状態？私たちっていい暮らししているよね。恵まれない人々がこの世にいるってことを忘れないようにしましょう。うん。じゃあ寝るねー。お！すごいすごいすごい！手伝ってくれてるんだ。ちゃんと。ありがとう。ガンガン、徹夜で作業してる。完成したのか？メイングゴリ号が。俺のメイングゴリ号が完成したかもしんない。ワクワクが止まらない朝だよ。おはよう。奥さん、おはよう。もうすぐ冬だね。暖房をちゃんとチェックして、水道の蛇口を閉めて、家に隙間がないか確認しないと。大丈夫、全部やってあげるから。マジか。いや、ゆっくりのんびりしててよ。ダメよ、そんな、無理しちゃ。無理は禁物。あ、ハムからビールだ。ハムもちゃんと、第2子が誕生するって分かってるかな。いいしですだ！お前さんのおかげであの古いボートがまた沖に出られるようになったんだ。乗りたくなったら奥の部屋に来てくれよ。今は朝8時に店を開けているから、早めに出かけることができるぞ。ビリーより。来た。とうとう、始まる。あ、これカマがいるんだ。新世界。新世界の冒険が始まろうとしてる今。今から。ドキドキしますよ。どんな感じなんかな。え、行ったら帰ってこれないとかないよね。毎朝開けてるってことは、帰ってこれるってことだよね。おそらく。じゃないと俺、なんかとんでもねえこと、とんでもねえことになっちまう。身重の妻を置いて、海へ旅立っていく。なんかそんな物語はいくらでもありそうだけど、そうはなりたくないな、俺は。そんな海賊の話なのかもしんない、でも。そんな海賊の話を俺は聞いたことがある。そして帰ってこないんだろうな、多分な。で、ヘッペちゃんが大きくなった時に、物心ついた時に、多分海賊を嫌いになってるんだと思う。海賊なんて、最低の人間じゃねえか！なんて言われちまうかもしれない。気をつけないと、だから。手紙は送るようにしないと。新たな島で。今から手紙を書こう。息子に。そしてまだ見ぬ。娘だか息子だか。てっぺちゃんが男の子だか女の子だかもちょっと、いまいち半然としないんだけど。まあどちらでもいいわ。健康でいてくれたらどちらだっていいや。さて、こんな塩梅？こんにちは。いいものは釣れたか？
関係ない話してるな。おー、まあ、確かに完成してるかな。え、お金を取るんですか？俺から？ウィリーさん、俺からお金を取るんですか？嘘でしょ。それは嘘でしょ。俺がいなければこの船がなかったわけで、この商売が成り立たなかったのに、こんな俺から金を取るのかい？信じられない。チケットを1000円もすんのかよ。しかもまるで心臓戦だ。まあ、マジで商売始めやがったな。超ウキウキじゃん。おー、すごいぞ。でも、あ、動かせる。すごいぞー。出発した。え、すごい。大海原、誰かのヨットが。どこに行くんだ？え、だいぶ船出するんだね。すげー。すごい遠くまで行けるぞ。グランドラインを越えて。お、え、タンカーじゃん。え、まあそうか、文明はある。お、なんだこれ、火山だぞ。ここかな、目的地。うわ、恐竜がいるよ。ちょっと待って。ウィリー、恐竜がいたよ、今。いいのか？恐竜はいていいのか？あ、着いた。うわ、カニだ。カニは逃げた。ここが新しい島か。あ、なんか南国感が、すごい。カロイモの種芋。カニ。あ、なんだ？あ、え、あ、あ、あ、なんだ？原住民、第一村人発見した。どっか行っちゃった。え、これなんか爆発させるやつ。お、か、カメだ！なんだこのカメ。全然、ドッキもしない。はい。うわ、カメだ。え？嘘だろ。カメに阻まれる。こっちはいけんのかな？こっちはいけるんだ。え？なんだ？お、金のくるみ。なんだ、金のくるみが1。受け取った。受け取った？ん？何、金のくるみを受け取ったって。あ、なんだ、祭壇かな？はてな？何なのかわからない。ここに金のくるみを。あ、いや、金のくるみか。アイテムじゃないぞ。そういうものじゃないのか。随分、なんか遺跡みたいなところだが。お邪魔しまーす。あ、さっきの少年じゃないか。わ、オウムだ。金のくるみをよこせと言うのか。おう、くるみ、おう、くれる？おい。わ、食べた。え？ん？なんだ？待ってな。少年は好奇心旺盛な瞳でこちらを見ています。こんにちは。越冬だよ。あ、鳥の鳴き声みたいな声が出せるんだね。江戸屋猫八みたいな感じだ。江戸屋子猫。江戸屋子猫さんみたいな感じだ。彼はオウムたちと仲がいいようです。なるほど。オウム少年。お前はオウム少年だね。でも彼は用心深くてあなたに近づこうとしません。絵付けがいるな。オウムたちと友達になれば彼のに受け入れてもらえるかもしれません。彼のに？オウムとな、ということは、オウムが何かを、おう！ん？なんか言ってんな。雨の森に隠れた社。おう。雨の森に隠れた社？それを探せっちゅうことか？雨の森に隠れたお社が、これなんだ？あるらしいが。何なんだろうなぁ。なんか、
新たな何かが始まったぞ。繊維が取れる。うわっ、え、こだまじゃないか、これ。え、完全に罠、罠だと思います。オウムさん、オウムが止まる木だったのか。うわ、銃いるって。なるほど、クルミを一平持ってこい、つうことなのか。なんだろ、この人玉は。絶対、霊魂じゃん。霊魂じゃん。誘われてる霊魂に。例えばあのリスも気になるな。敵が出るとかではなさそうだぞ。あ、これ、木切れんのか。あ、切れる木が。わー、人の手により、今伐採が始まっています。開拓される。この、未踏の地が。お!なんだ?骨、キャンプがある。グリーンヘルみたいだな。メガネ。何かわかんないのか。何なんだろう。誰かがいるんだな。なんか気になる石がある。あ、なんだなんだなんだ。え、誰かいる。出られないんだ、みたいなこと言ってるかもしんない。誰かがとっ捕まってるぞ。うわ。え。完全な洞窟なんですけど。行っていいのか?でもなんか煙が出てるぞ。え。うわ、いや、ちょっと待って、人の手が入ってる。これ機械じゃん。え。うん。うわぁ、何こいつ、なんだ、カエルの化け物だ。あんなのどうやって、どうやって倒すんだ、あんなの。ここも行けそうだけどな。なんか電源が入ってない。あっちからスイッチ押すんだな、多分な。これはなんだ、なんかシューシュー言ってる。釣るのか、釣りとかじゃない。あ、なんか倒せないぞ。と言って渡れない。なんか水が落ちてるんだな、滴り。何かをすれば、どうにかなりそうだけどな。今のところできることがないか。なんだろうな。ここが目的地であろうことは、なんとなくわかるのだが。くるみだ。なるほど。こうやって埋まってたりもすると。ここにもなんかあるんだけどな。絶対くるみ。ねえ、くるみ。この街の景色は。取れない。あるのにな。あ、いけるぞ。おーし。スークルミゲットと。こんな感じでクルミをゲットしていけばいいのか。ただこれ困ったことに、もう5時なんだな。ちょっと帰らなきゃいけねえ。オラには、ミオムの妻がいるだで、蹴らねえといけねえんだ。この煙はあれか、火山の煙か。ってことは、活火山ってことなんだな。これもどうにか直さないとな。ここに誰かいるんだよな。助けてあげなきゃいけないが。あー。いや、なんか新天地でやれることが結構ありそう。ここも怪しくないか。おい。はい、くるみ。あ!届いてどっかへ。消えた。あ!あ、こっちもいける。ああ、よしよしよし、ナイスくるみ。ナイスくるみ。あ、なんでもないのか。いいね。ただ、銃貯めるのは結構大変そうだが。
とりあえず今日は一旦帰るか。え、これ帰りも1000円かかんのかな。帰りはかかんないっぽい。あ、しかもすごい早い。なるほどねー。こりゃー、お前もう早いな。わ、何も答えてくんねえ。こりゃーなんかやれることが結構ありそうだぜ。なるほどなー。いや、ちょっとワクワクすっぞ。ほら、ワクワクすっぞ。子供も生まれるし、やることいっぺあっぞ。あれだな、人食いリスにもちゃんとなんかあげねえとな。いや、なんだっつってたっけな。なんか持ってこいっつってた気がするけどな。あ、なんか4つの団子みたいなの持ってこいみたいな感じだったな、そういや。なんなんだろう、あの4つの団子みたいなの。料理で作るんだろうな、多分な。俺が今作れるかどうかだけちょっとチェックしとこう。奥さん、帰ってきたよ。ああ、楽しかったわ。みんなと触れ合うのってやっぱりいいわね。今日はどんな一日か聞かせてくれるか。やっぱちょっとなんか怒ってるかもな。どっかよその島行ってきたでしょうみたい。よその島で女作るつもりなんでしょう。鳩場で。港に女作る気でしょうみたいなこと思われてるかも。そんなことしないよ。四つの、これだ！ナスのチーズ焼きだ。ちょうどナス取れっぞ。ナスあるな。ナスとトマト。これを持ってこいだな、多分な。ナスは育てられるとして、トマトか。トマトの季節っていつだ？夏か？しまったか？トマトがねえな。そうか。ナスはここら辺に多分なるから、トマトが一個でもあればよかったんだが。変ながらトマトがない。いや、温室で育てられるかもしんないな、トマト。種がないかでも。まあ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 、ちょっとトマトのことはおいおい考えつつ。お、奥さんと一緒にベッドに入ろう。じゃあ、寝るね。添い寝かな、これ。添い寝だと信じて。おやすみー。いいでしょう。